今回は青ひげ VS デュフォンエフェメロスの概念マウントバトルコントを見たユーザーの反応を紹介します。お願い部屋を覗かないでください。願ったな。プシュ。願ったよ。性質を悪用するな。こっちかと思った。部屋を覗かないでください。鍵は置いていくけどね。張り紙にも反応するのかよ。反転しちゃった。いやー、かわいい叫び声だなとか思ってごめんちゃい。この覗かれたガリが相変わらず切り抜きが丁寧で果物入る。おぞましき心根の果実。相手の性質を利用したクソコンボとはやるな。張り紙を見るたびに部屋を開けてしまうペプコ不可抗力。性質のせい、半願望期であるがゆえの事故だ。青ひげがエフェメロスちゃんに勝てるか。さすがの軍略スキルだぜ。もしかすると勝手に部屋を覗いた女性に対する概念的特攻が乗るかもしれんのでワンチャンなるで。それ乗ってもただの快楽殺人鬼がマスターのバックアップもなしで勝てるか。勝ち負けは関係ないよ。不法侵入は立派な犯罪行為だ。ならば当然罰を受けなければならない。さあ償い、明けた罪を償え。今願ったな。流れ変わったな。ブレスに焼かれる音。クソ概念コンボで殴り合う。これぞフェイトって感じ。これが概念マウントバトルですか。ポンコツだけど強さはマジだからな、このドラゴンフルーツ。でも後日再び張り紙見ちゃって開けちゃうんだよね。クソみたいな無限ループやめろ。3日目くらいからお互いにお茶と茶菓子用意してそう。再び張り紙を見てしまい開けてしまうテフコ。再び罪を償えと願っちゃう青ひげ。これはいかにして青ひげが願いを口にしないかが鍵だな。なお戦力差。プシューンかいね、あの張り紙を外せ。目を閉じて通れ。なんで願った？願っちゃった。願っちゃったな。もうこれそういうコント仕込みだろ。ハメ技自滅入っちゃったな。青ひげ外すから覗くな。ドラフルなんで願った？青ひげ上を向いて歩け。ドラフルなんで願った？青ひげもう張り紙を見るな。ドラフルなんで願った？青ひげなんなんだお前。矢印張り紙外せなくなった。は外しても覗かれる。矢印上向けなくなった。矢印張り紙を必ず見るようになった。こんなところかな。エフェちゃんかわいそう。部屋覗かれようとするから。青ひげどうしたらいい？グダどうしたらいいって聞かれてもどうしたらいい？ダブルジル会議でも開きますかな。ギル二人が声かけてカルデア知識人会議が始まる。知恵っていうか必要なのはトンチかもしれんが。カルデアの居住区で宝具を使うな。毎回カルデアに召喚されてブレス吐かされるデュフォン君の気持ちも考えてください。部屋開けられていちいち呼び出されるウゴメマたちの気持ちも考えてあげて。デュフォンまた吐かされるのか、ウゴメマたちまた丸焼きにされるのか。もうこれ仲良しだろ。仲良し覗いて罰せられかけるブレスで焼かれる。仲良しなわけがないだろう。なんでどっちも実装してないのにこの光景が容易に想像できんだ。この二人最悪の方向で相性が良すぎるな。どっちも巨大モンスターに乗り込むし。鍵をかけとけば良いのでは？デュフォンパンチで壊されるから無意味。オゲロンからパンチまで取らないで。デュフォンパンチってなんだよ。ところでそこのテーブルの上にあるお茶とお菓子とウゴメマの姿焼きなのですが。のきとかありそう。デュフォンちゃんにハベさせないであげて。願ったな。ああ。か、ウミマも食べれるらしいからワンちゃん美味しいかもよ。冷静に考えたらこの二人実装されてないからここの画像ほぼ全部コラなのがじわじわくる。たこ焼きウゴメマ、なかなか美味しいではないか。食べるんだ。ウゴメマ食べるんか。たこ焼き食わない。お前も食べるんかい。お前もかい。やっぱり仲良しだろお前ら。全然ハフ、仲良くない、ハフハフ。タコパ空いてる時点で言い逃れできねえぞ。花嫁にするには、が足りないな。確かに何も言わなければ概念バトル発生しないな。沈黙は金。そのまま静かにしてなさい。願うなぁ。さつす。コントかな？そういえばカーマの時も同じようなこと言ってたな旦那。青ひげの旦那はロリではなかったか。わかった、無楽のことを言えばよいんだな。俺の部屋を覗いてくれ、鍵を取り上げながら。本当にそれでいいのか？脊髄反射。ダメ、覗かないで鍵を置きながら。お前らバカじゃねえの？第三者の感想。火の玉ストレートやめてやれ。我欲が強すぎる別人格アルターエゴじゃ言葉巧みに人を騙す詐称者プリテンダーには勝てないっていう良い例だな。こんなんで相性の有利不利を表すな。お前らやっぱり仲良い。やもうその次元超えてるだろ。まあ真面目な話、青ひげはミルナの禁区快楽殺人鬼の側面を抽出したアルターエゴなわけでは。エフェメロスは半願望期無常の果実っていう性質を持ったプリテンダーだから。お互いそれを自分の意思でねじ曲げることはできないわな。二人とも生まれてきた時からそう定められてる。